ホームバンク1番晴山博之、さらに6番松岡義彦、関東ラインの上昇に対し4番池田悟空突っ張りました。熊本勢先頭2番手変化なく、中段も2番倉松と7番山城のライン、5番長谷川ヒューガ、ジャンマイバックでは5番手、今日は貯めるか5番長谷川、残り1周半となりました。池田悟空先頭で流します。3番手2番倉松両仕掛けの射程圏内、さあ踏み込んでくる4コーナー、5番長谷川ヒューガ、1番晴山博之口は開いてしまいまして短期での仕掛けになった5番長谷川、後ろに4番池田悟空がはまり、3番の下田和美が3番手、その後2番倉松両4番手となりました。4写真5写真差をつけてバックストレッチ、5番長谷川ヒューが先頭、2番手第2選考で4番池田悟空、後ろを見て3番下田和美、池田をかばいながら2センターです。あとは踏み込んでくる2番倉松両が4番手から熊本勢に迫る、独走となった5番長谷川ヒューが、2番手は下田と倉松接戦、先頭は5番の長谷川ヒューが降臨、2着は差がつけられましたが2番倉松良か。